義弟嫁と知らんうちに揉めて解決してた。義弟のところとうちは、同時期に親に挨拶して結婚を決めたんだが、あっちは出来婚だったので、義弟嫁の出産時は、まだ私たちは結婚してなかった。なので、独身の兄から、弟への結婚祝いとして現金3万円。その婚約者の私から、メゾピアノだったかな？忘れたけど、当時女の子持ちの友人に聞いた、もらって嬉しいブランドの服を送った。2万くらい。義弟は、義実家の臨時に住んでいて、うちは遠方。年に、1、2回の帰省時に会うくらいで、あまり喋ったこともなかった。でも、私が男の子を産んだ時、男の子って服も可愛くないし、汚くてつまんないですよね。と馬鹿にしたように言われたので、さらに疎遠になった。ここからは箇条書きで、義弟嫁が第二子の次女を出産。夫がお祝いに、長女と同じ金額を送る。服のプレゼントがないからもらってくれと、義弟嫁がごねて、こっちから請求するなんて、恥ずかしいからできないという義弟と喧嘩して、子供を連れて実家に帰る。困った義弟が、うとめに相談。とめが、近所の西松ちゃんで買って、義弟嫁実家に行ったら、さらに炎上。私さんは、本当は女の子が欲しいのに、男の子一人だけだから、義弟嫁を妬んで嫌がらせしてる。と毎日泣いてると、義弟嫁親が義実家に嫁。困り果てて夫に電話。夫、義弟長女の時は、まだ結婚してなかったから別々に渡したが、今は結婚している。うちの息子が生まれた時、義弟からは、お祝い金5000円と、絵本1冊だったし、自分があげすぎだったかと思ってた。義弟は、義弟嫁に、うちへのお祝い送っておいてとお金を渡したが、金額は不明。うちから届いたうち祝いがしょぼかったので、結婚して兄貴は変わった。と思ってたと愕然。義弟嫁親からはもちろん、うとめと義弟からも叱られる。このクソ女。あんたのせいで、みんな私に冷たくなった。と義弟嫁から夫にメール。夫が義弟に転送。義弟夫婦、離婚の危機だったが、子供が小さいからと再構築中。もともと嫁同士が親しくなくて、メアドの交換もしてないのに、豆なアウト作成の親戚連絡網の、夫欄のメアドに送って、なんで私に届くと思ったのか。七五三の写真を義実家に送って、お礼の電話でトメに謝られて、さっき初めて知ってびっくりした。